トナカイ、イエーイ、もらいました。なんかあのマカオに住んでるファンの方がいらっしゃるんですけど、その方がいつもなんか髪飾りをくれるんですよ。なんかプレゼントしてくれて、事務所にいつもいっぱい届くんですけど、クリスマスの被り物がもし5つぐらい届いてこれでもさ、クリスマスって1日しかないじゃん。まあ言うてクリスマスイブもあるけど、使いどころなさすぎて、だからちょっと消費をやっぱ皆さんに見せてなんぼじゃないですか、こういうのって。だからここで消費をしていこうと思います。うん、言うてさ、だってクリスマスイブもさ握手会だけど、一応私言うてあの AKB として最後の握手会なので、ちょクリスマスの仮装は、まあ、しないかなみたいなあの言うてほんと最後の最後すぎて、ちょっとその日クリスマスの仮装はちょっとしないかなみたいな、まあ普通の自分でいたいっていう。うん、ほんとマジで一番最後だって、10年やってきて一番最後の握手会なので、普通の自分でいたいっていう季節感とかにとらわれず、本当にそう最後の最後なので、いつもの自分に立ていたいなっていう感じがするから、そうなのでクリスマスイブは、まあ、しません。その23はするか分かんないんですけど、そうなら服も着替えて、だってん？奈良って何の奈良？奈良県。じゃん。絶対にしません。24は。トナカイだと思います。イエイ。24日握手会行くのにサンタのないのも残念だって。でもまあサンタするって言ってないし、うん言ってないから、サンタのショップレッツなかった。なんかさ、ディズニーでなんかマリーちゃんかな、違う、マリーちゃんかと思ったら違ったんだよね。なんかマリーちゃんじゃなくて、なんだっけ、シェリーメイかなのなんかメレー帽に耳がついてる被り物があるんですけど、あれがねめっちゃ可愛くて、この前友達と行った時に、今度行ったらあれつけてディズニー回りたいって思ったやつ。でもそっからまたなかなか行けてないんだけど、でもあれ今ディズニー行ったらモコモコのミッキーミニーのやつかぶりたいけど、そうディズニーのかぶり物ってマジで可愛い。あ、ジェラトーニ、これもワンチャンディズニーっぽい。ていうかさ、寒すぎて部屋が、なんかエアコンつけたかったけどずっとなかったけど、ここに座ったら目の前にあって久しぶりにつけた。2ヶ月ぶりぐらい、3ヶ月ぶりぐらいにエアコンつけた。暖房よかった、見つかって今日ショールームしてよかった。最近腹筋練習してるだって？してない、全くしてないです。寒いな。週末は季節外れの暖かさ。え、でもオンライン話し会だから外に出る機会ない。
京20度らしいね。20度か暖かいのか寒いのか全く分かりません。てかめっちゃこれ猫背すぎてつらい。こんぐらい。明日からだんだん暖かくなる。え、嬉しい。やった。今8度だって。それは寒いっていうの分かる。紫かわいい。え、これかわいいよね。アディダスのニットなんですけど、寒いって時はこうやって着れます。かわいい、かわいい。めっちゃこれは本当は青が欲しかったんですよ。青と紫の2色展開でずっと青狙ってたのね。で、何回もアディダス見たの。5回ぐらい見に行って、で青見てたら店員さんに紫の方が人気ですよって言われて、え、そうなんだって思って、いや青絶対青と思ってて、で一回帰ったのその日で、またアディダス行った時に絶対買うぞって決めたのね。そしたらね、青だけズボンが出てたんですよ。ニットの青のズボンが出てて、え、やばいって思って、トップス、こうニット買おうと思ってたのに、その青のズボン買っちゃって、その日青のズボン買っちゃって、まあ、今度上のニットを買おうって思って、久しぶりに店に行ったら青買おうと思ってたのに紫しかなくて、えっと思って紫買った。だからこのセットアップの青のズボンと紫のニットを持っています。うん、チグハグ一緒に着ることはできない。でも青のニットもまた見つけたら買おうと思う。でマジでアディダス、今季アディダスばっかり買っちゃってる。うん、最近のアディダスめっちゃおしゃれ。そう、アディダスなんかさ、ジャージっぽいかもしんないけど普通に普段も着ちゃう。え、だから青のニットもちょっと後で検索してみよう。アディダスへの課金、え、もうアディダス会員なんですけど、アディダスのマジでポイント貯まってる。めっちゃえ、てかエアコンあったかい。ねえ、ありがとう、感謝です。アディダーですね。アディダー、だからアディダスの店舗があると絶対入っちゃう。ネットでもずっとアディダス見てるし、最近はプーマのトラックジャケット買いました。アディダスのトラックジャケットも買いましたし、プーマはオレンジ色買いました。アディダスはエンジ色。最近スポーツ的な服ばっかり買っちゃうんです。うん、やばいです。普通にスポーツブランドばっかり買っちゃう。なんか服って可愛い服とかもめっちゃ持ってんだけど、そういうのって着るのにすごく勇気がいるじゃないですか。なんか今日おしゃれな日って、なんかおしゃれな服着るとなんかおしゃれな髪もしておしゃれなメイクもしないと、ちゃんと身だしなみも整えないとそんな服は着ちゃダメだみたいな、なんか疲れちゃうんですよ私は心が。って話してたらタワーが立ちました。お、ゆりえ、ゆりえがトナカイタワーありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。ゆりえありがとう、トナカイタワー、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そう、ありがとう、トナカイタワーなんですけれども、自分はねなんかおしゃれな可愛い服は持ってるけど、それを着るとなるとメイクもちゃんとして、あの髪もちゃんとして、身だしなみもちゃんと整えないとなんかダメだっていうのがあって、それが疲れちゃうんですよ。だからなんかアディダスとかナイキとかスポーツブランドだと、まあ、そこまでじゃないじゃないですか。なんか着て別にちょっとボサボサでメイクもしなくても、なんかそれ自然体って感じでいいみたいな。だからそれがもう本当に好きで、
最近マジでもそういう服ばっかり着ちゃうっていうか買っちゃうし、まあ、可愛い服もめっちゃ買ってるんですけど、うん、なんか疲れちゃう、うん、分かりに深いだって、え、分かります、うん、なんか疲れちゃう、可愛い服着ると、うん、アディダスだとワンマイルウェアって感じて着やすいよね。え、ワンマイルウェアってごめん、わからない。うん。ワンマイルウェア。なんだろうか。で、気になる。ファッション用語？わかんない。てかエアコンあったか、感謝エアコンに、エアコンに感謝なんですけど、誰も答えない、ちょっとこうなんかすごい分かんなかった。ワンマイルウェアは自分の近所ワンマイルの距離を歩ける服ってことです。あー確かにいいねそれ。でも私マジでジャージとかでも全然どこでも行けますけど、なんかジャージでもたまに普通にお洋服屋さんとか入っちゃう。ダメだなと思いつつ、まあ忘れるだろうって、明日になったらそんなやつ忘れるだろうって思って、ジャージ選抜発表でジャージ姿の時ありましたね。まああの時はマジで疲れ果ててて、私なんか撮影あるよって言われても、まあちょっと大事な撮影かもなって思ってたけど、タイに帰から帰ってきた次の日で、もうガチで朝早くて、なんかもういいやって思って、なんかメイクもなんかメイクも知った方がいいみたいな言われてたけど、選抜発表だったんですけど、その時で選抜に呼ばれたんですけど、私すっぴんでレッスン着で、なんか疲労がピークだったっていうか、もうほんとなんか疲れてたっていうか、なんかもう、なんかもうメイクとかする余裕もないというか、自分の中で、着替えたりする余裕もないって感じ。卒業後ショールームする予定ありますか？ないかも。どうやってやるの？卒業後ショールーム。多分ショールームはねやらないかも。スープ割り美味しかった、美味しかったです、全部飲んだ。
お試しメール取っただって、え、試されてる、私試されてるよね、試されてる、試されてるよ私。でも最近マジ自撮りしてなすぎて写真がないしとこ、なんでそんな右側にいるの。だってそう、もう行けないのこっち、物があって、あのね、パソコンがここにあって下に、もうここより行けないのこっち側に、うん、いつもここ、こうやってこうやってパソコン、こうやってやってんの、ゲームとかこうやってパソコンがここにモニターがあってこうやってやってんだけど、これ斜めに置いてるから、あのこう、うん、そこ別配信するショールーム、まあ、できればいいかなぐらいでやってるから、パソコンデスクで今ここが、そう、向きを変えられなくて、そう、そうなのっていう感じの画角です。そう、携帯でも配信したいんだけど、なんせね、携帯の配信する大好きなこの超便利なこれがね、もうぶち壊れてしまったので携帯で配信できません。もうこれ、もうここがね、もうこれが本当にお気に入りだったんですけど、マジでファンの方がくれた、マジでこのお気に入りだったんですけど、ここの、ここ見てください、ここの部品がですね、もう折れてしまってガチで、そうだからもう本当にもう使えなくて、これが本当にめっちゃ気に入ってて、これベッドの上とかでもできたんですよ。でもマジでこれがなくなったからもう終わったんです、自分は。もうここからしか配信できない、もうこれがあれば、もうこれがあればマジで何でもできた、世界だっていけたよ、世界だっていけたし、海だって越えられた、これがあれば。でも本当これだけ、ここが折れてしまったがために、もう私はもうここから飛び出せなくなりました、うん、マジで、マジでこれ世界で一番使えるあのスタンドです。箱捨てちゃったな、これマジで。何これ、どれ、何のどれ、本当におすすめです。うん、超伸びるよこれ、超伸びる、これマジ1メートルぐらいあるんじゃないのって感じ。うん、しかもめっちゃ、そう、なんかさ、突っかかりとかもないの、こっち伸ばすときとかこっちしまうときとかに。でちゃんとここもすごい、もうパカってすぐパカってなるし、もうすぐ、もうすぐ閉じれるの、こうやって。なんでこんな便利なのあったっていう感じで。でも部屋に落ちてて踏んでしまってぶち壊してしまいました。これ重さマジで軽い、これマジで、マジ携帯の方が重い、マジでこれ軽すぎて、もうマジで携帯の方が重いレベルで、マジで便利。これ本当にお気に入りだったのにショックすぎる。うん、マジで。だってこれここでも挟めたし、横でもいけたし、マジで閉じたし、本当にこれお気に入りだったのにやらかした。マジで最終的にはこんなコンパクトにもなるね、なんで。
めっちゃ悔やんでる。有能、これ本当に有能。接着剤でくっつけたらさ、横にできないじゃん、こうやって動かせないよ。もう本当に泣いた、涙が止まらない。ピエン、でも捨てないと、もう過去にとらわれない。もうこれは使えないんだ。もうすごくすごくすごくめっちゃ良かったけど、もう使えないんだ。ガチでこれ本当に良かった。マジで踏んだから使えない。もうガチでこれマジでお気に入りだった。うん、涙の湘南。もらったものでね、箱もね捨ててしまってるので、もうね分かんないんですよこれ所在が。だからもう大事すぎて、もうずっと手元にありますこれは。うん、もう本当に大好きなスマホスタンド。週何回ラーメン食べてんの？だって今週は昨日つけ麺、昨日だっけつけ麺食べたの、記憶は。最近記憶がやばいんで、うん、今日朝なんか若年性アルツハイマーの漫画を読んで、って大変だなって思ったら、マジ自分そう大変だなっていうか、あ、こういう方もいらっしゃるんだと思って、そしたら自分も朝ごはんにうどん食べたんですけど、家出る前に。でも出た瞬間に、あ、コンビニ行かなきゃと思って、朝ごはん買わないとって思って、パン買おうと思って、でもいいパンなくて自分の中で、でまたその集合の場所のコンビニでパン買おうと思って、パン買って楽屋でパン食べてて、歯磨きしたら、あ、そういえば私朝ごはんにうどん食べてたって気づいて、その時に歯磨きしてる時に、なんかえみたいな、朝漫画でこれ読んだわみたいな。そう、怖っと思って、普通に朝ごはん2回食べてた。そうなので、そう、ちょっと物忘れとか、あのこれからあったとしても責めないでください。もし握手会とかお話し会とかで名前間違えて呼んじゃったとしても責めないでください。うん、攻めないけど訂正はするね、だって。攻めないけどショックで寝込む、もはやそのまんまになる、毎回名乗る。
食べた後何食べたか忘れないだって。いや晩ご飯食べた後何食べたか考えることがない、まず晩ご飯食べた後にそういえば晩ご飯何だったっけって考えないから分からないな。うん、最近うまかったもの、最近うまかったもの、生ガキ、生ガキ大好き。この前友達と生ガキ食べたんですけど、マジ生ガキが食べたくて集まったの友達と。で生ガキ食べたくないってなって生ガキ食べてめっちゃ美味しくて、なんか生ガキを食べた時は美味しすぎて目をつぶってしまうってことが分かったんです。うん、まずお店にね、そう生、まあ、友達に連絡してご飯食べれるってなって、でお店なんか何食べたいってなって生ガキだねみたいになって、自分がお店に連絡してまずすいませんって今席の感じどういう状況ですかってなって、2人席と2席が空いてますってなって、でも2人だったからじゃあ2人席お願いしますってなって、あと今日って生ガキありますかって聞いたら、はいたくさんありますって言われたから、やったーって思ってお店の予約して生ガキを食べに来ました、うん、なんか本当なんか生ガキを食べてる時はだけ食べたらもうなんか目つぶっちゃうんですよ。目つぶってありがたみなんか噛み締めるっていうか、なんかもう感じる、生ガキ目つぶってなんか染みるんですよ、生ガキが。でも本当に美味しくて、うん、生ガキ大好き。生ガキ当たったことない、まだ。生ガキ食べる配信やってみたい。でも自分でさ処理すんのやだ、なんかできないし、なんか自分でやる生ガキってなんか当たりそう。生ガキ大好き本当に。貝の中で牡蠣が一番だって。え、牡蠣って貝なんだ。えのじゃあ生ガキが一番。生ガキ貝なんだ。なんだと思ってた、だって。ないや、なんもなんとも思ってなかった。普通に生ガキだと思ってた、牡蠣だと思ってた普通に。牡蠣のことな、魚とか貝とか考えたことなかった。アサリが貝なのは知ってます、ホタテが貝なのは知ってますけど、カキが貝だって思ったことなかった。うん、カキはカキ、そう、それだけ特別なんです、牡蠣というものは。牡蠣じゃなくて生牡蠣、自分のはね、生牡蠣が本当に好き。うん、食べたいな生牡蠣。ラーメンでは目つぶらない、生ガキだけです、つぶっちゃうのは。なぜでしょうか。
きラーメンあるけど、いや生牡蠣のあの冷たいくて、冷たいところが好き、冷たくて、もう手に持った時に手が凍りそうになるところもいいし、もうね生牡蠣大好き、うん、そうレモン絞ってトゥルンって、そうトゥルンっていうのがいいのよ。ホタテはちょっと私にとって甘すぎる、なんかホタテさんは、あと弾力がありすぎるっていうか、ギュッとしすぎてる。なんか生牡蠣さんはなんか噛んだらなんかもう一回でも避けるっていうか、なんか感触がいい、うん、なんかホタテさんはちょっと、うん、分厚いっていうか、うん、甘いすぎるかな、うん、そう牡蠣はほんと海の味がするのがいい。しょっぱいのがね自分は好きなんですよ。しょっぱい食べ物が結構好きで、そう海の味感じれるし、めっちゃそれが好きです。ホヤとか食べれそうだね。ホヤってなんだろう、食べてみたい。ホヤ、うん、なんかきかき小屋行ったことない。行ってみたい。かき小屋ってどんな感じなんだろう。ホヤは人間に近い生き物だって。え、そうなの？マジで？やば。牡蠣美味しいよ。え、もう30分も配信してる。早時経つの。時立つの早エリナ、時立つの早エリナじゃん。もうすぐクリスマスだね。ね、プレゼント何もらえるかな。もらえねえ絶対。サンタさん来ないので、私こう見えてあの26なので、牡蠣と三脚愛してるのはよくわかりました。そうなのよ、クリスマスが今年もやってくる。デガデンデンデンデガデン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 。過去にどんなのもらって嬉しかったですか？サンタさんに？ローラーブレード。ローラーブレード誕生日だったかな。なんだろう。なんでもサンタさんからもらったら。
何でも嬉しかったですけど、うん、狙ってるゲーム、8番線あれやりたい、8番線みたいなやつ。8番出口ホラーかな。あれパソコンゲーム、てかこれ似合いすぎてね、なんかなんか生まれた時から生えてましたって感じ。セントくんだって。え、セントくん、え、セントくん、あ、セントくんは鹿だって。私はこれはトナカイ、トナカイです。うん、ディズニー行きたい、めちゃくちゃ。トナカイこれもらいました。夢の国を案内してくれるお姉さんかな。違います、それって普段使いのアイテムだって。あ、でもワンちゃん、ワンちゃん普段使い。クリスマスに食べたいもの教えて。分からん。寝る時のナイトキャップ、なんかもう寝る時に髪が痛、めっちゃ痛み、なんか最近ほんと寝癖がすごいんですよ。髪伸びたからかわかんないけど、だからナイトキャップっていう、なんかシルクの、なんか髪の毛ってシルクがいいんですって。だから枕カバーとかをシルクにするか、ナイトキャップっていうシルクの帽子をかぶって寝るとすごく髪にいいんですけど、本当にそれを買おうか迷ってる、うん、なんか私寝るときいつもなんか
布なんですよ。でそれって結構ほんと髪の毛傷むらしくて、そのシルクのねやつをね買おうか迷ってる。結構3年ぐらい前から迷ってる。着圧ソックス履いて寝る？寝ない。なんか波動で、なんか波動の時に階段でね、なんか階段がシュッて動いて足階段で打ったんですけど、その時のあざがまだあって、てかまだ腫れてて足が普通に痛くて、だからマッサージとかも行きたいんですけど、まだそこが痛いのと、あと着圧ソックスも履けなくて、そうだからね、まだ治ってなくて、その足痛くて、まだだから着圧ソックスも履けません。なんかあざっていうか、なんか内出血はあんましてなかったっていうか、でも本当に腫れててずっと、でもあざがどんどん出てきた。なんか足首とかもあざ出てきて、なんか前だけかなって思ってたら横とかにも薄いあざが出てきた。でもそんな見た目ではわからない。おだいりさんと握手したかった、だって。おだいりさんと握手できますよ。なんかファンミーティングがあるので待ってます。だから正座できないの。正座が、正座するとめっちゃ痛い。ファンミしてくれるのは、あの AKB のファンミーティングです。ソロのファンミもしたいね。ソロファンミしてみたい。 いや、まあ、やったことないからさ、ぶっちゃけ。ファンクラブ待ってますだってね。作ろうと思えばね、作れるそうだけど。ファンクラブ月額5万円で。マジで？すごいじゃん。じゃあめっちゃ、私お金持ちになっちゃうけど、みんなが悲しくなりますけど、うん。それは怪しすぎる。怪しすぎるらしい。5×12。いや。その代わり相当サービスしないといけないね。びっくり赤いハートー
28,000円で手を打ちませんか。え、28,000円。28,000円。かける12。おお。そっか、そうだよね、うん、まあ、まあまあまあ、うん、あ、いやでもまあやりたいですね、ファンクラブは。今やれやろっかな、やろっかな、ファンクラブね、どうえ、やろっかな、え、ちょっとじゃあさ、テンコ取ってもらっていい？何人本当に入ってくれるか、入ってくれるっていう、あのみんなの本当のガチの気持ちがないと、なんかこれ作ってもさゼロとかだったらちょっと悲しいし、ちょっとテンコ取ろうか、うん、本当？いや今これ見た限りだと20人はいるよ、20人はいる、いや30人、まあ30、まあ4、そう、いや「はい」とか「入ります」は言うよね、みんな 60×30、 うん、なるほど、入りたいだって、本当？これ見た感じ60人ぐらいいますよ。本当に60。ほう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 、うん、なるほど、いやいいですね、分かんない、ファンクラブってでも300円ぐらいですかね、会費1ヶ月、いや1000円とかだっけ、なんか私ファンクラブ入ってるグループとかいるんですけど、マジでコンテンツ何も見てなくて数ヶ月入ってる、なんか私会費1000円ぐらい払ってそう、1000円なら良心的、長期特典そんなんあるん？年会費か月額か。ヨシキのモバイル会員324円。AKB の人たちの月500円。会員特典。会員特典したい。開放とか。なんか。年取ったらなんか35歳になりましたみたいなハガキ送りたい、
1円なら入ります。1円、ちょっと君、まあ、そうですよね、もう何も言えん、もう何も言えん、今日月曜日、火曜日だ。やばい、もうすぐ1時間配信だ、出す。長いの助かります、イエイ。でも1日2時間ぐらいやりたい配信。でも明日早起きなんですよ。ここ3日毎日早起きで、明日が一番早起き。すみません、男性の皆さん、本当すみません、今から女性向けの話します。昨日プラザに行ったんですね。プラザに行った時に、ウォン・ジョンヨさんっていう方のコスメが今めっちゃ流行ってるじゃないですか。で、ウォン・ジョンヨさんのパックが今すごい話題なのね。話題じゃん。で、あったんですよ、ウォン・ジョンヨさんのパックが。で、買ってみたの。今日収録ってか、そのまんまだったね、バッグに入れたまんまだったの、その買ったまんまのウォン・ジョンヨさんのパックを。で、収録ってなった時に、あって、あ、ちょうどいいじゃんと思って、ウォン・ジョンヨさんのパックをね、使ってみた。でもパックって言っても顔の形のパックじゃなくて、もうほんとコットンみたいな四角のパックで、え、めっちゃいいやんと思って、ウォン・ジョンヨさんのパック使ってメイクしたんですけど、おすすめです。めっちゃええ、うん。結構メンバーでも使ってるんですけど、めっちゃいい。あれ、メイクする前にやると本当にいい感じでした。で、あと指原さんのリリミューっていうコスメのブランドもあるんですけど、それの青い下地も買ったんですよ、新作の。で、昨日それ買ったままです、バッグに入ってたからずっと使ってみたんですよ。それもめっちゃいい。そう、おすすめです。あ、すいません、男性の皆さん、すいません、知らないよって思ってたかもしれないですけど、すいません、今ちょっと女の子向けの配信でした。すいません、男性の皆さん、本当ごめんなさい、うん。パック気になってた、だって、え、本当にパックおすすめ。男子も使える、だって、え、使えるんじゃない、多分パックでも。めっちゃあのパックいい、うん、おすすめ。男子も肌ケア大事らしい。え、そうだよ、これから乾燥の季節だから、もう本当に頑張ってください。なんか肌とか乾燥とかって自分が頑張らないといけないじゃないですか。だから本当に頑張ろう、うん。誰かが頑張っても意味ないじゃん。だから自分の肌は自分で頑張る、うん。おじさんも毎日化粧水と乳液使ってます。偉い、偉いです。
南沢。お風呂上がり保湿剤、いや大事ですよ。てか顔痛いじゃんね、だって保湿しないと。おじさん毎日石鹸で顔洗ってます。え、でも洗ってんの偉いんですよ。その後に化粧水とか乳液とかしたらもうほんと一枚上手だなみたいな、あのおじさんちょっと一枚上手みたいな感じで、まあ、座布団あげたくなっちゃいます。うん、見ただけでわかるだって。え、乾燥してたら見たらわかるよ多分。でも本当これから乾燥の季節だから、パックとかしててもさ乾燥しちゃう時とかあるから、本当にね頑張ろう。そういえばオバジの美容液使ってましたよね。ユキですか？オバジね、あのビタミンのやつ使ってたけど、最近は鼻とかここら辺にしか使ってないけど、オバジ使うと次の日の肌違うと思う日もあります。うん、思わない日もあるけど思う日もある。めっちゃありまかなさんこんばんは。え、違いますけど、おだやりな。おだやりなです。それはピーマン体操でしょ。ピーマン体操、オイリーな肌にも使えますか？あのオイリー、でもオイリーな方は逆に化粧水とかだけでいいのかも。って思う。なんかいろいろ塗らずに、なんか油分だからオイリーな方は化粧水だけでさっぱり、うん、あちょっと乾燥しちゃうかもって思った乳液とかつけるといいかも。うん、私はなんかもうほんと肌が荒れた時に何でもかんでも顔につけてたんですよ。なんかこれいいかなあれいいかなっていっぱいなんかいろんなものつけてたらもうほんとさらに肌が荒れて、だからもうやだって思って化粧水だけで生きてたんです。あのもうやだって、なんでってなって化粧水だけ塗って寝たりしてたらどんどん肌が良くなってきました。うん、あんま見えない。化粧水だけで乾燥しないの？だって今夏だったんですけど、それがいや普通につけすぎてオイリーになるよりか化粧水で一回乾燥させた方がなんかニキビとか育たないんですよ。なんか多分油とかそういうのがニキビを育てさせる原因だったから、なんかもうほんと化粧水だけでさっぱりさせて一回乾燥させてあの消すっていうかニキビを、ニキビを一回コロコロコロして、あの化粧水だけであんま油とかつけずに栄養を与えないみたいな、そう一回肌をリセットする。そう自分はそうやって直しました。肌荒れ一回めっちゃ荒れた時、
文化祭館。でもなんか最近なんか公園とかに出るとこうやってシール貼るのが流行ってる。なんか自分でも買ってみたシール、かわいい。100均で買ってます。どう？やめて冷めるだって。え？冷めてください。逆に冷めた方がいいのかな。うん。逆に一回冷ましてみようか。耳栓これ400円、1回400円、結構10回ぐらいしました。1回で1個出てくる。1回で1本。チンアナゴ見て、チンアナゴは上向き。かわいい。これハドの時評判どうだった？あ、めっちゃ良かった。最新で遊んでるゲーム、マジ最近ねゲームしない、ゲームしないです。ねむねむにゃんこなんだって。いやいや、人間です。まゆりちゃんで波動の出番ないんだね。そう、やめるから結構4月中にやめるけど、もう波動は多分出ない。卒業発表してるメンバーは多分名前も除外されて出ません。楽しかったよ。よかった。まあ次の世代にハードは任せたいと思います。洋服はニット、ニットです。ニット、ニット。
でもお風呂何時頃入りますか？日によって違います。最近それよく見る。だって嘘、世の中でこれ着るの2回目。後ろに映ってるキャラはマメッチ。晩ご飯まだ食べてないけど、ポトフですよ、ご飯は。ドボンやってない、やってない。ドボン12月になってからやれてない。なんかもともと携帯をね、マジで触るか、携帯なんか携帯ゲームね、やってない。やんなきゃ。ドボン卒業だって。ドボンさ、卒業したらアカウント消えるの恥ずかしいじゃなくて悲しい。あんなにいっぱいプレイして、あんなにいっぱいさ経験値とかが上げたのに、それがゼロになるって、セーブデータ消えるってことじゃないですか。結構無理。一般のアカウントでなんかもう公式じゃなくていいから、なんか一般のアカウントにしてほしい。悲しい。我々の育てたエリナちゃんカードも消えてしまう。それ悲しい、めっちゃ。そっか、そうなのか。そっか、我々も悲しい。だって私のお母さんとお父さんもめっちゃドボンやってるんですけどね。じゃあお母さんとお父さんのは消えちゃうのか。お父さん、アイカブもやってました。アイカブもやってた。でも私アイカブ選抜なんで5位ぐらい、4位かな、5位、5位か4位だった気がする。株主総会行きました。やった、ありがとう。何かくれ。眉毛ケアやって、今日眉毛めっちゃ上手に描けた気がする。
晩ご飯作って無理です。夜ご飯何時だってわからない。またチャーハン作ってみてほしい。作りたいですね。でも一昨日は餃子作りました。作るっていうか結ぶ、あ、包む、包みました。餃子の種はお母さんが作って、あの普通にそれを包んで、料理したいんですよ。こう見えて、てかめっちゃ包むのうまいんです、餃子。なんか包めるかなって思ったんですけど、めっちゃうまかった包むのセンスあり。料理したい。誰に習ったの？だって、もう習った、強いて言えば親、まあ、自己流、うん。ハンバーグ作りたい、めっちゃ。ハンバーグいいね。いいな。お腹すいた、めっちゃ今お腹すいてしまった。びっくりドンキーいいね。ハンバーグに必要な材料想像してみて。ひき肉ですと玉ねぎと、ひき肉と玉ねぎと、ひき肉と玉ねぎくらいじゃない？ひき肉と玉ねぎ混ぜるだけじゃない？うん。で、味つける、塩とかで。あ、卵もいるんだ。で、ソース、デミグラスソース。ハンバーグ調べずに作ってほしい。大丈夫だって、ハンバーグってさ、めちゃ分厚いじゃないですか。あれ火通すの大変だよね。だって外側だけ焦げちゃいそうで、中さ焼けたって思ってもさ、なんか赤そう。むずそう。
ロールキャベツ、むずそう。平べったいの作ろう。確かにそれいいね。本当に申し訳ないのですが、チャーハン配信大爆笑しました。あら、あのチャーハンお父さんにあげた。初めての料理、初めてじゃないけど、お父さんに食べてもらったら味がないって言われました。味がないって笑ってた。うん、必要したら料理振る舞うイベントやりますか？やらないけどそれはさすがにやらない。料理振る舞うイベントはマジでちょっとみんなの、すいませんけど、なんか食中毒とか怖いんで、うん、危険なので、デンジャまだ配信しててくれて感謝感謝。そうだよ、もう1時間以上配信してます。1時間以上配信してる。長丁場でててててててん。1時間29分、やば。今ドボンライブ申し込んできた。お、皆さんドボンライブの受付が始まったのでぜひお待ちしております。順位が上の方はあの無料で招待されますので、あのドボンの方をぜひチェックよろしくお願いします。順位が上位の方はなんか招待状が来るらしい。待ってます。5位までなんだ。私5位だった。あ、5位じゃなかった、6位だった。じゃあギリ招待されない。最悪、最悪じゃん。ギリ招待されない。あ、私ステージだった、ごめん、まず違ったわ。ステージだったわ自分、ごめん。
年見に行ったけどめっちゃ良かったです。ね、インコンサートだったよね。やばい、なんかもう再生がつらい。じゃあそろそろもうすぐ7時ということで、まあ、夜ご飯の時間かなって感じなので配信終わらせていただきたいと思います。みんな長い丁場見てくれてありがとうございました。ではおランキングを見たいと思います。いきます。13位アユクイーン、12位ごめん先生、11位タニタニ、10位ファデル、9位クロワ、8位トムトム、7位 KLOO、 6位バディ、5位パンダマルアとチーム4、4位マッカーシーアとダシ、3位マーアとダシ、2位キヨ、1位ユリエアと、あ、ユリエ明日もこれ行きます、3位ありがとう。ということで皆さん配信見てくれてありがとうございました。バイバイ。Thank you. Bye-bye.